こんにちは子供の人権を守る会千葉渋高さんです今日も読みます道は必ずある諦めず切り開こう必ずね正しいことをしてればね結果が出ますから正しいことをやっていきましょうはい今日の話題はですね、えー、2020年7月21日の報道で千葉県中央児童相談所の建物が 回収さされれままししたたとマスコミに公開されました皆さん千葉県中央児童相談所建物は新しくなったんですけども児童相談所長どなたか知ってますか奥野智義所長はい奥野智義所長はい千葉県の職員録見てみましょうか本年の番の最新ですはいえーとですね千葉県 千葉県中央児童相談所。はい、ここになります。千葉県中央児童相談所。所長、奥野智義と書いてありますね。はい、奥野智義所長。非常に有名な所長さんですね。はい、栗原仁也さん。虐待児野田の野田市の虐待士。覚えてますか虐待士。これ、死とこの 千葉県の柏児童相談所と学校といろいろ不手際があったんですけどもとにかくですねこの児童相談所長奥野智義所長が一時保護解除を決裁したわけですね。反抗してんですから。大体ね、反抗すときにね、自分の名前書かないんですよ、児童相談所長って。柏児童相談所長、反抗ペタッ。自分の名前書かないんです。卑怯だと思いませんかそそそもそものの辺が自分の名前を書いて 自分の名前で決済してくださいよだからハンコ文化嫌いなんですよ自分でサインしてくださいよ責任感がなさすぎますはいマスコミに対してもこの一時保護解除の時こう記憶にないとわからないと答えられませんとはいその他大勢なんでわかりませんとそんな対応してましたねはいそれに対して県は文書勲告のみの軽すぎる処分理由はですねこう 重い処分を出したことが前例がない。から始とりまえでしょこんな栗原美也さんの県の自創の,こ,のこんな不手際が表に出たこと一度もなかったんですから前例がないぐらいひどいことをしたんですからそれを前例がないからという軽すぎる処分は問題ですよね。それに対して2月に自民党岸田刑事議員が。 我が党としては大いに不満でありますと。このカルス庶民が軽すぎるということ。国民の大多数の支持を得ている、選挙で多数票を取っている自民党。我が党としては、これ民意として軽すぎるということになりますよね。軽すぎて不満だと。はい。そういった人物が所長を しているところでございますはいでしかもですねこれこのニュースとともにですね7月1日時点での千葉県全体での保護所にいる子供の人数が発表されています180人という発表が出ています180人ですよ千葉県でそんなにね保護しなければいけないほど深刻な虐待を受けている児童いません 我々相談を受けている方からも見ました。全然虐待どころじゃないのに、児童相談所の職員、末端の職員との話でまとまらなかった上に保護されるようなケースがあるわけです。もうひどいです。もうめちゃくちゃです。千葉県めちゃくちゃです。180人の保護。定員の1.6倍。 もう劣悪な状態で定員オーバーしてまで保護しなければいけないほど深刻な虐待な児童ですか違うんです。だけども、だけども、不必要が保護があるにもかかわらず、児童家庭科の方針、明確な情報開示拒否、ありましたよね。今年の市原市の虐待死事件。明確に児童家庭科が情報開示を 不当にに拒否ししていたたことが明らかになりましたよね個人情報保護法をねじ曲げた解釈をして不適切な情報開示を指示していたことが明らかになりましたよね千葉県児童家庭科千葉県の改めて児童福祉行政の隠蔽体質が明らかになったという証拠も出ているんですはいもう外部からの調査を拒否,して拒否する隠蔽体質なんで不必要な方が あることすら調査すら外部の人間が入れないようにしている。これが千葉県の児童福祉行政です。はい。すべてはここから始まったんですよ。この栗原美也さんの一この死亡事件で出しすぎたと情報出しすぎたと児童家庭科だから奥の友吉こう処分軽すぎるというふうに急断されてるんだ。 だったら出さなきゃいいじゃないかそれが児童家庭科これ誰が見ても隠蔽体質ですよね事実は不不手手際際ですよね不手際を出さないこの180人いる中の不必要な方があるかもしれないという調査に対しては明確に拒否絶対に表に出さないようにしよう職員の不手際は外に出さないようにしよう 明確ですねじゃあ誰のための児童福祉なんですか子どもたちのためですよね子どもたち虐待を受けてないのに保護されているっていうのは児童福祉の目的から反しますよね児童福祉の目的と反することを自分たちの不手際を隠すために行っているのであれば問題ですよねだから変えていかなきゃいけない 変えななきゃいけないけ我々は正しい児童福祉のあり方というものを提言していますしたがってこういった情報開示拒否こういった隠蔽をさせないようにしていく開示させていく別にあの乱りに名前とかどこの誰とか分かる特定できないような情報にすればいいだけなんですよでまた公約制のある 人物、団体、そういったものには開示させる制約書でも何でも書かせればいいじゃないですかみだりに出さないそうすれば個人情報保護条例にも一切抵触しませんこの彼らが言っている情報開示拒否の理由は理由になっていません児童福祉のために使う情報であれば提供することを拒否するような記載は個人情報保護条例にはありません もう全くのデタラメこれを、まあ、千葉県だけではなく全国で行っているのでかなりおかしな状況になっています個人情報保護条例を悪,悪用して事実上不必要な保護をした例を隠そうとしているんですよね不適切な保護は明らかに子どものためになっていません子どもを解放してあげてください 親の安全を速やかに確認して返してあげてください。それが児童相談所の本来の仕事です。安全か、家庭の安全確認をすることを業務を拒否して子供を返さない。こういったことがあってはならないんです。安全を確認しなさい。保護したら最優先でその仕事をしなさい。安全確認をして返す。これをしないで、 時間がないって後回しにするこれ許されません子どものことを考えていないのが明らかです子どものことを考えて子どもを第一にそれが児童福祉じゃないですか児童の最善の利益言葉だけで言うんですよ全然や最善の利益どころか最低の状態に落としめているそういった例もあるのにそれを隠蔽しようとしているこれでは児童福祉が 成り立ちません。私は千葉県から変えていきます。変えます。絶対に変えます。それが私の道。親子断絶をぶっ壊